献血にやってきました。実は私献血が趣味なんです。久しぶりなんでドキドキしちゃう。よく褒められる、いい血管だって。痛くないですか？痛くないです。え、もうこれ撮ってます？はい。何分ぐらい？10分弱ぐらい。10分弱ぐらい。基本的に注射とか採血が好きで、異物を刺されることってないじゃないですか。スッてこう入ってくるところを見てるとちょっとゾクゾクしちゃう、ゾクゾクしちゃう。献血ルームごとにこう特色が結構違うんですよ。例えば秋葉原にある献血ルームだったら漫画がいっぱい置いてあるとか、あとスカイツリーの上だとすごい景色が綺麗だったりとか、場所ごとの特色を感じるのがすごい面白くて、それで結構最初はハマっていろんなとこに行くようになりました。ご飯はしっかり食べなきゃいけなくて、今朝はカレーにチーズと卵を乗せたやつ。血の濃度も濃くて、それベストコンディションだと思います、献血には。今、いつもの2割から3割ぐらいやっぱり少ないって、不要不急の外出にはならないっていうところで、まあ、血をね必要としてる人も毎日いるわけですから、ぜひ一回こう気軽に来てもらったらハマるんじゃないかなって。楽しかったです。太い針がこうスッて入っていく瞬間が気持ちいい。一番町の献血ルームの特徴、ここのお庭です。庭がある献血ルーム初めて来たんですけど、なんとアイスもいただいちゃいました。うまい。